先日、まあ、また訃報が続いてまして、声優の小林清さんが亡くなられたっていう話を、まあ、多分ご存知だと思いますけど、小林清さんといえば、ね、ルパン三世の事件が、まあ、50年ぐらいやられてて、なんか一つの時代終わっちゃったなみたいな感じで、でまあ、僕らがやれることといえばやっぱ追悼かなということなんですけど、どう僕らはルパンの曲はやりません。唯一主役の小林清さんが唯一主役をやったアニメって分かりますか？あ、誰もこれ分からない。じゃあ前振りを言えば分かるでしょう。それはいつ生まれたのか誰も知らない暗い音のない世界で、一つの細胞が三つに分かれて生まれた。彼らはもちろん人間ではない、また動物でもない。だがその醜き体には正義の血が隠れているのだ。その生き物、人間になれなかった妖怪人間である。どうもありがとうございました。